どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。ヤビジです。はい、今回はじゃじゃん、僕たちラケット2本用意しました。はい、はい、1本ずつちょっとガットを変えてみました。はい、はい、1本は、バボラのブラストですね。ブラスト、はい、ブラスト125をお互い貼りました、はい、自分のラケットに貼りましたね、はい、で、もう1本はじゃん、アルパワー、アルパワー、ルキシロのアルパワーですね、はい、125、はい、貼りました。今ね、なんかこうアルパワー最強説、そうですね、みたいなのがあるので、はい、ちょっと打ち比べてみて、僕らでもアルパワーは本当に最強なのか、うん、っていうのを検証していきたいと思いますので、はい、イメージはね、僕たちもまあアルパワーってめちゃくちゃ打ちやすいイメージがあるんで、うん、もう一回ちょっと使っていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、僕からいいですか。じゃあ、はい、お願いします。はい、アルパワーと、まあ、ブラストの違いですよね。はい、うん、なんかアルパワーはこう同じ太さのガット使ってるんですよ。だけどアルパワーの方がこうストロークが安定するような太いガットの良さを出してるというか、うん、同じゲージなんですけど、うん、太い打感をしてました。でブラストはあの細いゲージのちゃんとした打感がしてたんで、どっちかというとアルパワーってこうストローク寄りになるんじゃないかなと、うんうん、でブラストとかは、まあ、僕はちょっとボレー寄りにいいんじゃないかなと思いましたね。あのアルパワーは何がいいって、このガットがしっかりよく動いてくれるんですよ。スナップバックよくしてくれるんで、ストローク時 の回転がすごいかかりやすいっていうのが僕はすごい良さかなと。アルパワーは昔から使ったことあるんですけど、もう一番何がいいって言ったら、ものすごくスピンかかるんですよ。それがやっぱり
ストロークではかなり味が出るんじゃないかな。だからボレーでは僕ちょっとあの回転をあまりかけるタイプではないので、あの良さがまあ分からないって言ったらあれなんですけど、あんまり味出なかったかなっていうのはありましたね。だから本当にストロークをこうスピンかけてボールをガンガン潰していくっていう方にはものすごくアルパは合うんじゃないかなと思いますね、うん、なんか、まあ、ガットが本当にこう太い重い打感、重いっていうかなんかこうふわっとした打感だったんで、うん、まあ、打感自体はブラストの方が好きかなっていうのはありましたね、うんうん、はい、どうですか。はい、はい、まあ、僕もそうですね、なんか打球感がちょっと重たいような、うん、まあ、イメージ、まあ、感覚がしたんですけど、はい、うん、そうですね、ブラストに僕もブラスト貼ってて同じテンションで貼ってるんですけど、ブラストに比べてちょっとこうボールが当たった時に全体的に広い範囲でこうグッと、うん、たわむというか、全体でたわんで戻すっていう感じ、のイメージに比べて、ブラストの場合はちょっとピンポイントにそこだけギュッとたわんで飛ばすっていうイメージなんで、まあ、打感のこの、まあ、クリアさというかはっきりしてるのはブラストの方がちょっと打感的にははっきりしてるのかなと思いますけど、その分パワーも全体でたわんでるんで、パワーも出て飛びがいい、プラス回転がかかるっていうのはアルパーの方が、回転かかってよく飛ぶのかなって思いました。よく飛ぶなって僕は実際思いました、うん、はい、でそうですね、まあ普段ブラストとか、まあ、ポリツァープロとかを使ってるんですけど、アルパーってそうですね、高校の時とか以来、うん、正直使ってなかったんで、久しぶりに使ったら、うん、結構飛んで、まあ、スピンはやっぱり よくかかるなっていうイメージですね。だからやっぱこれをずっと使い続けたら、これに慣れたらめちゃめちゃいいんかもしれないです、うん、って思いましたね。これ僕ガット張ってる身からすると、はい、ブラストとアルパワーって、はい、ブラストって結構コーティングがツルツルしてるというか、はいはい、そうですね、こう太陽当ててもらったら、ね、ピカピカしてるんですよ、はい、でもアルパワーってちょっとコーティングがマットな感じですよね。マットな感じなんですよ、はい、だからこうギシ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 と回転がかかる、はいはい、ガットが動くんで回転量が多くなるんじゃないかなと思うんですけど、まあ実際はこういうテカテカの方がこうスナップバックが効いて回転がかかるかもしれないんですけど、なんか僕の中のイメージではこういうギシギシガットの方がちょっと引っかかってる感じ。そうなんですよ、そうなんですよ、こっちはちょっと滑って回転かかる、その通り、うん、だからスピン量がアルパーの方が多いんじゃないかなっていう、うん、だからかけてるっていう感覚になりますよね、うん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 、プラスなんかちょっと勝手にかかってるっていう感じですけど、だからコントロールしやすいのはちょっと、まあでもこれ難しいな、コントロールしやすいショットにもよるんですけど、本当にストロークだったらアルパワー、うん、こうが自分でコントロールしやすいっていうのがあるんでいいかなとは思いますね、うん、これハイブリッド多いじゃないですか。あ、はい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 、アルパワー、そうですね、僕これ思ったんですけど、全体がタームって言ったじゃないですか、うんうんうん、だから縦にナチュラルとか、はい、柔らかいガットを入れることによってピンポイントを捕まえるようにしてるんじゃないかなと思います。めっちゃ多いですもんね、アルパーのハイブリッドのトッププロとか、うん、めちゃくちゃ多いですね、うん、多いですよね、うん、ちょっと張りたい、張ってみたい感じですね、うん、本当にさっき MJ が言ったみたいにこれピンポイントで全体がたわんでたんですよ、うん、めっちゃわかりやすいです。だからサーブとかは正直めっちゃパワー出たんですよ、うん、スピード出て出た、ちょっとこうオーバー気味になっちゃったんですけど、うんうんうん、まあそれは、何回か使ったら修正できるんで、うん、あれなんですけど、サーブとかに関してはめちゃめちゃパワーは出るラケットだなって、うんうんうん、ラケットというかガットだなって思いました、うんうん、はい、飛びがいいですよね、はい、飛びがめちゃめちゃいいですね。でもだから飛びよくて回転よくてっていう結構いいところが多いと思うんで、うん、ただ僕らはちょっとボレーすることが多いんで、うん、ちょっと太い感覚の打感に慣れるのにちょっと難しいかなっていうのはあります。僕はちょっとこれも、ま、逆に分かれると思うんですけど、例えば試合とか、ま、練習でもそうなんですけど、ちょっと飛び抑えめで安心感が欲しい人と、うん、よく飛んでくれて、まあこう楽に飛んでくれるガットだったりラケットだったりって選ぶ方が分かれると思うんですけど、うん、僕はちょっとこう飛び抑えめで自分からちょっとこう叩いていきたいっていう派なんですよ、はい、だから僕はちょっとブラストの方が好きかな、うん、今の段階ではブラストの方が好きかなって思いました、うん、まあ、でもシングルスとかやるってなったらアルパーの方がいいかなとか思いますね。助けてくれたりとか考えると、うんうんうん、びっくりするぐらい感覚似てますね、あなた僕と全く同じ意見です、うん、そうなんですよ、はい、飛ぶのちょっと怖いんで、うんうん、
だからまあ結構対象なんかこう比較しやすいガットなんじゃないかなと思うんで、皆さんもあの一回試してもらったらいいかなと思います、はい、まあナチュラルとか入れて、ね、アルパーもぜひやってもらえたらいいかなと、うん、ハイブリッドおすすめする、はい、いいんで、はい、はい、サーブめっちゃ使ったっす、アルパー、うん、サーブめっちゃパワー出ましたですよね、はい、スピード出やすいですよね、はい、はい、まあアルパー最強説ということで、これは結果ショットによるとそうっすね、うん、正直言って、はい、だから僕の中ではストロークは結構最強説になるかなと、はいはい、ただボレーはちょっと微妙かなみたいな、でもサーブはダントツアルパワーでしたね、はい、スピンもかかるし、そうですそうです、はい、うん、で回転もアルパワー、うん、飛びもアルパワー、でもコントロールは僕はどっちかというと、まあうね、コントロール性能で言ったらブラストの方がいいかもしれない、ね、ブラストかなっていう、確かに、うん、まあ、そこはちょっとハイブリッドにして、うん、どうにかしてもらうっていう、ね、そうですね、ちょっとボールの持ちを良くしてもらうのがいいかなとは思います、うん、はい、まあ、こんな感じで各ショットやっていきましたので、はい、ぜひ皆さんも、まあアルパワーだったりブラストだったりナチュラルアルパワーだったりいろいろ試して、自分に合ったガットを探してもらうのは大事かなと思いますので、ぜひ試してみてください、はい、よろしくお願いします。ではしょ。